今や IT 技術は法律と同じく社会統制の技術だと思いますが、エンジニアが政治家の方が良くないですか？政治家は猫の方がいいっていう説があって、でまあアイドルとかが政治家やってるんですけど、でさっき百田さんの話をしたと思うんですけど、この人が間違えるんだったら仕方ないよねという人とか、ロマンを語れる人の方が政治家になった方がいいと思うんですよね。要はその正しい政策を正しくやるというのは実は官僚でいいんですよ。なので例えばじゃあその、東京オリンピックをやるべきなのかどうかっていう判断をするのが政治家なんですよ。なので東京にオリンピックを呼んでくる。で、それで新幹線というのを日本中に普及させることで交通網を作って外国人に日本を見てもらって先進国の仲間入りをするというのが日本にとって価値があるんだ。だからここにめちゃくちゃ金を突っ込むべきなんだっていうふうに言った1960年代の政治家というのは、僕は判断は正しいと思うんですよ。ただ2020年になってオリンピックをやるんだって言って、ただロンドンオリンピックとかめちゃくちゃ損してますよねとか、近代オリンピック基本開催都市赤字ですよね、でさらにコロナもあるからオリンピックとかやる必要ないんじゃないですかっていう時に、オリンピックやるんやって言って3兆円使うみたいなのが、これは今度は政治家が間違えた例なんですよ。でただあれがキャラで許される人もいるんですよ。要はその人気のある人がやっちゃって、うわ、やっちゃった、ごめんっていうので、許されるキャラの方が、政治家としては成立しやすいので、なので、実務に関してはエンジニアがやるんですけど、その、やっちゃった、ごめんって言えるキャラの問題で、まあ、こいつが信じたんなら仕方ないよねっていう形で、その、多くの有権者が信じられる対象というのが、政治家になるっていうんじゃないかなと思うんですけど。